ジョフリー・ロバーンは、フランス・ミュルーズ出身のプロバスケットボール選手。ラバーンと表記される場合もある。BC ・ジャルギリス所属。トニー・パーカーなどを輩出したフランス国立スポーツ研究センターで修行を積み、国内リーグのエラン・シャロンでプロデビューしたラバーニュは、LNB のタイトルを総なめにし、フランス国外のリーグでも活躍。 KK パルチザンに所属していた2013から14シーズンのユーロリーグでは平均15.4得点10.4リバウンドを記録した。ラバーニュは KK パルチザンに所属していた2013年6月に2013年の NBA ドラフトでメンフィスグリーズリーズから55位で指名されドラフト当日に交渉権がデンバーナゲッツに移動した。 2014から15シーズンは BC 日向きに所属していたが2015年2月にバイアウトが成立し同月19日にデンバーナゲッツと2年契約を結んだ2016年2月19日のサクラメントキングス戦では自己最多の27得点を記録した2016年8月30日オクラホマシティサンダーに移籍さらに 翌年2月23日にシカゴブルズに移籍した。2017年7月8日、ブルズはラバーニュに出していたクオリファイングオファーを取り下げたことを発表。2日後の同月10日にサンアントニオスパーズと契約した。2018年2月13日、デンバーナゲッツ戦でキャリアハイとなる26得点を挙げ、11リバウンドと合わせダブルダブルを記録した。 2018年7月、プレイヤーオプションを破棄。以降はユーロリーグに復帰している。レギュラーシーズンプレイオフインサイドからの得点、また 3P シュートを得意としている。2013年にフル代表デビューし、欧州選手権で優勝。翌年の2014年フィババスケットボールワールドカップでは3位入賞に貢献した。ありがとうございます。